岩屋古墳は、鳥取県米子市淀江町福岡にある古墳。形状は、前方後円墳。向山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。鳥取県西部、淀江平野東部の高山丘陵の北東端に、築造された古墳である。1987年に私屈調査が実施されている。墳形は、前方後円形で、 前方部を正方に向ける。噴球は、公園部では2段蓄生。噴球表面では、吹石のほか、円筒波には、継承波にはが検出されている。噴球の公園部南東側には、台状の作りでを有する。主体部の埋葬施設は、公園部における横穴式石室で、南西方に開口する。各、壁を一枚石として、原門をくり抜いた、石管式石室である。 副葬品としては、鉄刀、混同性バグが検出されている。築造時期は、古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。古墳域は1932年に国の史跡に指定されている。墳球左に前方部、右奥に公園部。古墳の規模は次の通り、石室公室から奥に全室を望む。主体部の埋葬施設としては、公園部において、 横穴式石室が構築されており、南西方に開口する。皇室、前室からなる複室構造の石室である。石室の規模は次の通り。石室は、いわゆる石管式石室と称される構造で、皇室、前室の各壁は霧石一枚により、原門も一枚石のくり抜きによる。この石室内からは、鉄刀、混同性バグが検出されている。 ありがとうございます。